ヤン・セジョンにハマったおすすめ作品。兵役へ彼女についても。2017年放送の初主演ドラマ、愛の温度で、理想の年下男子として、一躍ブレイクしたヤン・セジョンさんは、1992年12月23日生まれの人気俳優です。テコンドーが得意なことから、もともとは体育大学進学を目指していたそうですが、高校時代に見た舞台に感銘を受け、俳優を目指すようになったそうです。芸能界入りは、2011年にモデルとしてデビューし、2016年に俳優に転向し、ドラマ、ローマン・ドクター・キム・サブでドラマデビューを果たします。現在シーズン3まで放送されている人気ドラマに、主人公キム・サブと敵対する大学病院院長の息子で、ユ・ヨンソクさん演じるドンジュのライバルという役柄で出演したヤン・セジョンさんはいきなり注目を集め、2017年にはローマン・ドクター・キム・サブでも共演した人気女優ソ・ヒョンジンさんとの共演作「愛の温度」で主演を務めることとなります。ドラマデビューから1年も経たないうちに若手スターの仲間入りを果たしたヤン・セジョンさんは、次世代ライジングスターや怪物新人などと呼ばれているのですが、それはローマン・ドクターではハン・ソッキュさん、サイムダン、色の日記ではイオンエさんとソン・スンホンさん、デュエル、愛しき者たちではジョン・ジェヨンさんといった大物俳優たちと共演しながらも、全く物怖じすることなく一人三役といった難役にも挑戦しているのがゆえんなのかもしれません。こうして愛の温度で地上波ドラマ初主演を務めたヤン・セジョンさんは、SBS 演技大賞やベクサン芸術大賞で新人俳優賞を受賞し、一気にブレイクします。ブレイク以降も、30だけど17です、私の国などで主演を務めただけでなく、バラエティ番組出演やファンミーティングを開催するなど、活躍の幅を広げています。そして、除隊後復帰作となった2023年公開のネットフリックスドラマ「イドゥナ」ではトップ女優ペスジさんと共演し、日本を含む世界9カ国で首位を獲得するなど世界的なヒットドラマとなりました。沼った人続出のおすすめ作品。このようにデビューしてすぐに注目されたヤン・セジョンさんは、人気俳優たちと共演した作品でも注目を集め、あっという間に主演俳優となりました。そんなヤン・セジョンさんのおすすめ作品をいくつか紹介していきます。イドゥナ、2023年10月20日に公開したネットフリックスシリーズ「イドゥナ」は、ペスジさん演じる元アイドルと平凡な大学生とのロマンスを描いた作品です。人気俳優となったヤン・セジョンさんの復帰作としてだけでなく、実際にアイドルグループミスエーのメンバーだったペスジさんが元アイドル役を演じることや、愛の不時着の監督作品ということで配信前から話題となっていたドラマです。そのストーリーは、突然アイドルを引退したイドゥナと平凡な大学生がシェアハウスで同居生活を送る中で起きるロマンスを描くというものです。ヤン・セジョンさんは理想の年下男子として人気となった俳優ですが、本作では元アイドルと大学生という学差恋愛を描いています。人気アイドルの生活をやめて隠れて暮らすイドゥナと、彼女の正体も知らずに真面目に勉強とバイトに勤しむ大学生という、本来なら交わることのない二人の距離感が妙に生々しく、何かと絡んできては気まぐれな態度を繰り返すイドゥナに、純粋な大学生は翻弄されていきます。身分差の恋というのは韓国ドラマの得意とするところですが、本作では主人公二人のやりとりに注力しており、恋愛以外の余計な要素が盛り込まれていないのが特徴です。イドゥナがアイドルを辞めた理由や心に負った傷が何なのかなども注目ポイントですが、真相を描くことよりもそんな事情も含めて彼女を包み込む大学生の優しさを描いている共感度抜群なドラマとなっています。30だけの17です。2018年に放送されたドラマ30だけど17ですは、今や人気俳優となったシン・ヘソンさん、
パンヒョソプさんと共演したヒーリングラブコメディです。17歳の時に交通事故に遭い、昏睡状態のまま30歳となってしまったヒロインと、彼女の事故を目の当たりにしトラウマを抱えた主人公がお互いだと気づかないまま再会するのですが、ところがヒロインの心は17歳の頃のままで、そんな2人の初恋がどう展開していくのかをストレスフリーで描いたのがこの作品です。アン・ヒョソプさん演じる主人公のオイとのブロマンスやヒロインをめぐっての三角関係などもあり、ヒロインが昏睡状態にあった13年間の間に何があったのか明かされていく展開も見どころとなります。そしてヒロインと13年ぶりに再会した愛しのワンコにも注目です。このドラマでヤン・セジョンさんは初恋相手のヒロインが昏睡状態に陥ったショックから心を閉ざし、人との関わりを絶った遮断男に扮しています。長髪ひげもじゃで登場するシーンも必見ですが、世間知らずなヒロインをさりげなく手助けするツンデレぶりが魅力で、おじとしておいっ子を気にかける主人公と、そんなおじを心配するおいっ子とのやりとりも見逃せません。愛の温度。2017年に放送されたドラマ愛の温度は、ソヒョンジンさん、キムジウクさん、ショボアさんらと共演したヤン・セジョンさんが初主演を飾ったラブストーリーです。このドラマで脚本家志望のヒロインと6歳年下のシェフ見習いとのロマンスを演じ、理想の年下男子として一躍人気となったヤン・セジョンさん、出会って数時間で告白してきた年下男子に壁を作るヒロインと、出会った際に直感的に好きだと告白した年下男子との恋愛模様は、恋に臆病な大人女子をノックアウトさせる純愛ラブストーリーとなっており、多くの女性から共感を得るドラマとなりました。さらにそんなヒロインの前には、大人の魅力あふれる実業家役のキム・ジェウクさんまで登場し、アプローチをかけられるという夢のような展開となるのも本作ならではの魅力です。強引なのに優しくて可愛い、そんな魅力たっぷりな年下男子役を演じたヤン・セジョンさんに注目の作品です。兵役は入隊で太った。2020年放送のドラマローマンドクターキムサブ2への特別出演を最後に、2020年5月より兵役に就いたヤン・セジョンさんは、それから約1年半後に無事除隊となり、ネットフリックスドラマイドゥナで復帰します。ヤン・セジョンさんが所属した部隊は通称イギジャ部隊と呼ばれる27師団で、過去にビッグバンのデライト・デソンさんが所属し、ヤン・セジョンさんから2ヶ月遅れでウド・ファンさんも入隊したことで話題となった部隊です。この画像からも気づくように、入隊したことで太ったのではと言われているヤン・セジョンさんですが、体型について本人がコメントしているものは見つけられませんでした。画像を見る限りふっくらしているように見えますが、除隊後の出演作品イドゥナではシュッとした顔に戻っていました。彼女について、ヤン・セジョンさんはモデルデビューから計算すると芸歴10年オーバーということになりますが、これまで熱愛報道が出たことはありません。インタビューでは、撮影に入ると作品のことだけを考えるため小さな部屋にこもり、周りの人々ともあまり連絡をせず演じるキャラクターに集中して過ごすと語っており、だから恋愛もできないとしているヤン・セジョンさんはデビュー以降恋愛をしたことがないと答えています。その言葉を深読みするなら、過去には彼女がいたということになりますが、忙しく作品に出演し、その度に周囲との連絡を極力断つのだとしたら、もし彼女がいたとしても辛いですよね。このストイックさが俳優として成功した要因の一つだとは思いますが、恋愛も同時にできるくらい心に余裕ができた時、演技に同様な変化が起きるのかも見てみたいところです。まとめ、いかがでしたでしょうか。ヤン・セジョンさんのスピードブレイクぶりは近年稀に見るものですが、実力とストイックさが要因というのが嬉しいところですね。
現在は理想の年下男子という売り文句がありますが、これからどのような変化と新たな一面を見せてくれるのか楽しみな俳優さんです。